ベルドゥムールランドマーク秋田は、秋田県秋田市中通り一丁目に立つ、超高層分譲マンション。2009年現在、秋田県で最も高い建築物である。広小路の生誕下土地、日川に面して立つ、ベルドゥムールランドマーク秋田は、2001年4月、リベレステが、計画、売り主として、かつての、共同社ビル跡地に建設。2002年5月に、 住友不動産販売をメイン企業として販売開始。2003年7月より入居開始した超高層分譲マンションである。販売個数は169個。地上30階建て、高さは約95メートル。タワーとしては土崎港のセリオンの高さ約143メートルがあるが、建築物としては秋田県で最も高い。耐震性向上のため、 地下51メートルの看板に直径約3メートルのコンクリート孔が27本打ち込まれている。敷地内の地下を秋田中央道路が古城に通っているが、東マンション本体の直下は避けられている。1階には各種サービスを提供するフロント、29階には居住者のみが利用可能なスカイラウンジと天然温泉帳簿風呂があり、県内にある 他の分譲マンションとの差別化を図っている。建設中及び販売開始時には、生島博士が出演したスポット CM が、秋田県内で放送された。また、2001年から、販売目的のため当たりマンションのウェブサイトが、存在したが、2008年に閉鎖された。なお、ベルグムールランドマーク秋田のデメウレは、住居、邸宅を意味するフランス語で、ベルは、美しいという意味である。 ランドマークは英語。ありがとうございます。